あ、これ撮ってるんですかね。 あ、撮影を始めますってなってますね。ちょっとこういうのを結構丁寧にやっちゃう方なんで、あれかな、もうちょいズームした方がいいかな。大変だなこれ、結構。ですよね。石井さん、これちょっと一旦交代してもらいたいします。ちょっと一瞬だけ。流れっていうかな、すごいいけてますよね。
動き的には。確認なんですけど、これ取れてますよね。はい、取れてますよね。いやちょっと怖いんですよ。いや前半とりあえず前半自分やりますね。いや大丈夫です。いやいいですいいです。
過ぎて取られた。いいよ、ラインまで。ちょっと待って、落ちた、落ちた。中入ってくれ、中入ってくれ。行け、行け、行けな。ひらりも触らせてあげて、ひらりも触らせてあげて。いや、出た。すがちゃん、離したら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 。だらだら、ついていくな。マジで ナイスナイス。あと7分ぐらいです。6分です。ちょっとビデオカメラ通して見てるとあんまりわかんないですね。やっぱり 生で見るっていうか直に見た方がそうですね。あ、そうなんですか。なんか石井さん、僕ちょっとビデオカメラめっちゃ凝ってるんで石井さんもお願いしますね。あ、いやだからちゃんとめっちゃ、いや、あの動きとかめっちゃこだわりめっちゃこうやって追っていきたいんですよ。こういう感じ。いや、これもう見てくださいよ、この画面。いい感じでこうチームが動きを終えるような角度でやってるんで。池さん、このカメラって防水じゃないですよね。あのカメラです。防水じゃないですよね。防水はあるんですか。ちょっとなんか雨がいいですか。あ、ありがとうございます。助かります。いいボール。Thank you.
ましたね。それがいいです。それがいいです。あ、なるほどなるほど。あ、いい感じです。そしてさんの声が邪魔です。あ、大丈夫です。大丈夫です。ここでいい。でもこうだと見えない角度があるんで。頑張って追いかけるこれで。いやなんか割とボールを端っこにやるんですよ。なんかこういうところにボールを置くんですよ。どっちに出るかね。ここにボールを置く。攻められてる前提だけど。攻められてる時はこっち側にボール。攻めてる。
低めの角度で大丈夫。攻められてる前提の角度だとここにこう、うん、あ攻められてる前提の角度だとここにボールを置くんです。プレイヤーがどこに一番端っこに見えるように一番手前に。プレイヤーは真ん中に来ないようにする。一番端っこに。それをもうちょいこっち側からやればもっと全体の他のポジションに角度をつけた方が振る角度が少ない。まあだから攻められてる前提だけど。でもそれで言ったらこっちやろ。あ、そっちから。でも向かってくる方向になっちゃう。背中にした。あの攻めてる角度の方が。攻めてる角度だったらこっちやろ。じゃなくて自分たちが攻めてる。じゃあ向かってるね。だからおかしいけど相手チームとってるよ。まあ向かってるもいいんですけど、それだと近くなっちゃう。ああ、まあここは基本的には高いですね。高いチームの参考にするためだったらこっちは多分こんな機会ほぼないから。あ、でも確かにこれくらいのが取りやすい。もうちょっと、うん、あ、でも引いた方がいいですね。あ、これだから。カメラ自体も。でも臨場感なくなっちゃう。あ、そっか。まあでもどっちがいいですか。試合が見れればいいですかね。試合するか。練習風景から撮っときましょうか。宮川さんがハーフタイム止めなくていいって言ったんで、しょうがないです。これ変な発言が聞きたいと思って。変な発言。いや、変じゃないですよ。仕方ない、これは。あ、そっか、カットはするか。ハーフタイムにセルフ記念撮影始まる。こっちも撮っとこうか。あ、違う、あっちそうないといけない。そうですね、ちょっとでも、何回かいつもの形で撮りました。いや、今日、すごいいいと思います。いや、いつもより守備コンパクトで、あの、中途半端に行くぐらいだったので相手が上だと。前回のね。行っちゃうかしら。北海道欲しいのか。元気が足りない。もうちこっちってことでしょ。はい。ちょっと待って、
あ、ごめんね。チャラシュート出た。チャラシュート。チャラシュートとか言われてるよ。チャラシュート。今の石井さんが。震えちゃってるんで。変わりますか？あ、大丈夫。とりあえずこの試合は行きます。今回誰もちょっと変わんないです。3分で変わってると思う。10分の手は無理でしょ。あ、変わってるの？変わってる。 10分は無理だよ。ナイスナイス。いや。首振られまくってる。
ナイス、キンちゃん。いや、ナイス、ナイス。ケンタ君、ケンタ君、空いてる。よしよし。今のちっちゃいジャゴナウロな。すごいです。相手。今日でも、うん、なんだろう、結果だけ見たら点取られてますけど、すごいディフェンスができてますよ、ね。いいと思うよ、内容は。まあ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 。そこですよね。だからどこ目指すかな。斜めになっちゃった。入ってたみたいです、ね、あの後ろなんていうんですか、あのゴールのポストのなんていうんですか、あの位置、あの位置、これくらい低くていいよ、最初これぐらいで。あ、そうですね。オッケー、回そう回そう、勝負勝負、裏裏裏、近くでさ、受け渡してあげるとさ、次が抜きやすい。最初から遠く狙ってるとさ、走る距離長いから。入っちゃう。本当
当に寒いっすね。これはハーフで交代なの。これハーフで交代。まあ、でもあんだけシュートストップうまい野田さんが打たれるってことは崩されてる。練習じゃないけどハーフコートで練習したのがうまくなる。狭いスペースで。もうどんだけうまく使えるかを。本当に本当にあれですね。ボール感の距離、ボール感の味方感の距離が短い。空いたらさ逆に踏むんで。うまい。やばくれる。ちゃんと撮りますよ。ちゃんと撮りますよ。あとで復習しましょう。サブ。いやいいいいよ。いや見てあげよう最初に。遅い。なっちゃうんじゃないのこんだけあのうまいの見せられるとあんなの立ってるわけ痛いまずいやー惜しい惜しい惜しいあれみたいワンパチみたい高いの練習上手いから楽しめるそう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 ああベンチこんな感じですよね。何が奥に何にしても三日の奥に奥に。イエイ！ナイスナイス！ナイスナイス！取れてなかったかも。マジですか？あ、シュートは取れてる。ゴール取れた。
モッツさんのシュート、いや、アンテナ当たりました。はい、シュートいや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 、いやー、オッケーオッケー、グーグーグー、集中集中、ヤグー、いけるいける、キレイかキレイか、いや後ろが声出してあげなよ、あぶっ、まあ、まあ、今のはジャゴナウじゃないけど、やりたいのはこっちでもらって前ですけど、大事大事、もう止めてる、これかな、最後